曜だけやってないんですけど、日曜以外はもう毎日食べます。朝と昼ですね、ここで食べます。ご飯を食べ放題で、スープも飲み放題なんですね。だから朝と昼は行きますので、もう毎日毎日食べてます。これで今日の30本ぐらい、要は400円もいかないぐらいです。今はミラーレスだけで、まあいいかなと最近思ってきました。これですね、今はアクションカメラで撮ってます。今ピンマイクつけてない時つけます。これが今つけましたね。であそこが一番近いスーパーですね。まあこれからあの上のピークまで行くわけです。いつもとで動画のあのアップが滞ってます。 iMovie じゃなくてプレミアムでやろうかなと思っててですね。なのでちょっととりあえず iMovie でまずは動画上げながら徐々にプレミアムに移行していこうと思います。今日もまだもう全然あの全然まだ8時ぐらいなんですけど、あれですね、ちょっと本当そろそろ本気で会社のですね商品のメガネの商品の動画を撮らなきゃいけないんで、ちょっとねあんまりこう山ばっかり行ってるわけにもいかないんで、今日もですねもうちょっとピーク行ったらすぐ引き返してちょっと動画をせっせと動画作成にせっせと励もうと思います。なんだろう、今日はポリスがいますね、警察官が。ピーク広場のこう建物の中ですね。これ今今日はトイレを探しに来ました。家族で来たらここ行きたいんですよね、ピークの広場の。なんかいい雰囲気なんですけど、ディズニーランドみたい、うん、一人じゃまず行かないですけどね。ワイヤレスマイクですね、これがワイヤレスマイクで、ここに飛んでこっちにピンを刺してます。でそれを撮ってる映像がこれです。最近ちょっとガジェットをですねどんどん増やしてるんですよ。やっぱりここはあれなんですよ、こうやって感じでお客さんもいます。声で一緒に同期してくれるみたいなんですよね。そいつのための画像を撮ってます。こんな感じでちょっとかなりおかしい。